を使わなきゃいけないところを、ではなく、を使っちゃってるんですね。これが一番飛ばない人の特徴です。おー、ナイス！素晴らしい！素晴らしい！めちゃくちゃいいです。今、今日一です。どうですか？はい、お疲れ。ちょいちょい行ってはいるんですけど、はい、力は入れてるんだけど多分違うところに行ってるみたいなイメージというか、はい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 、あ、力は入れてるんだけど力が伝わってないって感じ。そうですね、無駄なことをしてる感じが多分あるかなと思って、だから打っても距離は、うん、これでいくつか110ぐらいだったと思うんですけど、多分そのぐらいしか出なくて、はいはいはい、コーンって当てろって言ったじゃないですか、はい、それでまあパシッてたまにしかそれも当たらないんですけど、はい、当たると結構90ぐらいまでいくのに、はい、こうやってフッて振っても110ぐらいしかいかないのは、力の入れ方がだいぶ違うんだろうなって思いながら、でも分からんみたいな。分かりました。じゃあその力の入れ方を練習するのに、はい、ドライバーでやりたいと思いますので。マジっすか？はい、ドライバーに用意します。ドライバーに打ってもらうんですが、はい、いきなりちょっと変わったことをしてもらいます。はい、出た足で足はちょっと広めのスタンスにしてください。つま先は絶対にまっすぐにしてほしいんですね。マットに対してまっすぐなんで、はい、こういうことですか？そう、こういうことですね。このまっすぐなラインっていうのは絶対変えないようにして、はい、この状態で一回素振りを、足をちょっとどしっと構えてもらって、お尻の穴を上に向けるようなイメージで、はい、その状態で構えていただいて、バックスイングの大きさは、肩の高さを腕が絶対超えないようにしてほしいんですね。腕でこう今上げてるじゃないですか。はい、どっちかいうと、下半身から先行で回していって、でその時まだ手動かないんですよ。ちょっと下半身が先に右に体重が乗って、はい、で腰がちょっと回って、それに対して上がっていくんですけど、ここからリストをグンと使ってください。この右手の手首がギュッと曲がるようなイメージ。で、この曲がった勢いでそのまま下ろすっていう感じで素振りをしてもらいたいんですね。こうなった時に、はい、この手の中で動かないようにした方がいいんですか？できる限り、多少動くても別にそんなに意識しなくて大丈夫です。今、上げながら右に体重を乗せてるんです。これが一番やっちゃいけないことで、最初に右に体重を乗せてから、そうです。で止めないで、そのままゲンと反対側に振っちゃってください。そうです。で足めくらないようにしてください。足がずれないように、とにかくずれないように。で下向いたまま終わってください。向こう向かないように。で今のが右に体重がもう全く乗ってない、そんなまま曲がっちゃってるんで、右にギューンって傾いてから、 OK。 それ傾くが、マダムさんの傾くはこうなんですよ、うん、こうです。真横にスライドする感じ。骨盤がまず上げる前、ヘッド上げちゃダメですよ。骨盤が横にちょっと乗ります。はい、ここから上げていく感じ。そうです。それ今上げながら右に乗ったじゃないですか。最初に上げたら、もうこれ以上右に行かないんですよ。最初に右に移動したら、ここのまんまぐるんって回っちゃう感じ。で、そのままブンと。まあそうですね。日本のアマチュアゴルファーからするとですよ。スウェイっていう言われる動きなんですけど、スウェイって、行って戻ってくることをスウェイって言うんですよ。流れてしまうのはスウェイとは言わないんです。はい、これはスライドって言います。で今全部同じ速度で振ってるんですよ。テイクバックからダウンスイング、インパクト、フォローまで速度が全部一緒なんですね。今やられてるやつっていうのが。こっち側だけで入る。もっとリストも全部使っちゃっていいです。もっとリストをふにゃふにゃ使っちゃっていいんで。リストね。リストを使わなきゃいけないところを、リストではなく肘を使っちゃってるんですね。これが一番飛ばない人の特徴です。で、右足のかかとが外に絶対出ないようにしてください。はい。1ミリでも出たらダサいんですよ。スイングとして。で、腕で振ってるでしょ。打った後に手首が返ってないですよね。でまず構えてください。リストだけで上げて、リストだけでビヨンと力を入れて、こんな感じです。ビヨン、こうやって走らせる感じ。
はい、OK です。悪くないです。今の一番良かったです。それで打っていきましょう。当たらなくていいんで。はい、OK です。それでいいよ。で、ストップ。そのまま。ね、手、ここになってるじゃないですか。はい。こうですね。手首返ってない証拠なんですよ。手首を、はい。実際に移動して、はい、こうなるんです。ここで、うん、綺麗に持ってる時点で、ほら見てください。あ、手首全く動いてないです。肘でここまで来てるんですよ。ではなく、手は遠くで、リストをこう使ってほしいです。飛ばすための大事なところっていうのはですね、これ一番飛ばない打ち方です。手元は体から遠く、うん、で、ヘッドは自分側に来る。うん、遠く、ヘッドは自分側に来る。これがコツです。手元遠く、ヘッドは自分側に来る。遠く自分側に来る。これが一番遠く。手首はとにかく遠く。ヘッドは自分側に来る。あ、そうです、そうです。全然違う。めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいいです。はい、OK です。ダメだ。かかとが外に出てる分。あ、本当だ。ダメなんですよ。かかとが外に出るっていう行為自体が、実は、わからない人も一切わからないんですよ。うん、先に出る人と、ダウンスに入る瞬間にこうやって出る人と、うん、後から出る人と2パターンいるんですよ、うん、どっちか分かります？先に回ってたのかな、どうなんだ、先にかかと出てるか、後でかかと出てるか、後かな、後か、あ、後ですか、うん、バチバチに先なんですよ。先ってことはですよ、この状態から腰を押さえた状態で、この押さえた状態でね、かかと外出せます？右かかと外出してみてください。難しいですよね、うん、はい、じゃあ腰動かしていいから、かかと外出します。得意ですよね、うん、お尻がこっちに移動しないことにはかかとって出ないんですよ。お尻がこっちにいたらかかとっていかないんですよ。なるほど。だから左に乗ってないっていうことなんですよ。切り返しの瞬間に右に体重がここに乗った状態で打つから、こうやって、あー、なるほどなるほど。もう一個難しい練習をしてもらいます。一回ちょっと見てください。左の骨盤に乗った状態で右に傾いてもらいます。それかかと出れないん でこの状態で打ってもらいます。もう強制的に左に乗ることを慣れてもらいます。その時に体はこうです。そうです。でも、こっちに、ここに完全に乗ってる状態。ここに乗った状態でハイスルーにして。はい、これしてる間、かかと出ないんですよ。これを交互にやってもらいます。今度は右に移動して、で、テイクバックして止まって。はい、ここから左にさっきの位置に戻って。そうですね、上半身はいかない。はい、そのまま、そう、そこで振る。はい、これがゴルフの飛ばすスイングです。めちゃくちゃ大げさにやると、よっ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 、こんな感じです。はぁ。なんで、一つ一つ覚えていって、最後にガチンと合わせて、スイングにします。はい、上げる。はい。で、左に乗る。太ももに乗っちゃうと、はい、OK です。それでいいです。とりあえずこの前向いたままここで、はい、もちろんです。いいですよ、ね、はい、もちろんです。球を打ちながらもちろん意識してもらいたいんですが、球のところでは当たらなくていいんです。だから逆に言うと素振りだって構わないです。実際打つときはリストで上げて、リストパーンって返して、リストだけで強く綺麗に当てる練習をしてほしいんですね。はい、届いてないですよ。何球打ってもずっとこうやって肩が引いちゃってるんで、打つ瞬間っていうのはですね、手は体から遠くですから、遠くは一緒です。手が体の近くになった時点で300ヤードなんか二度と打てないと狙えないです。手はとにかく遠くです。遠く遠く。で、今の僕だとどんな感じになってるんですか？あー、似てる。そっくりだった。おー、ナイス。素晴らしい、素晴らしい、めちゃくちゃいいです。今、今日一です。はい、OK です、OK です。肩引けてますよね。で、打った後腕もこうなってますよ。で、縮んでるってことですか？はい。遠く、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 遠く。すごい。今のね、僕の。なんでこうなっちゃうんだろう。普通です。普通に考えて、今ここにあるものを強く向こうに吹っ飛ばせって言われたら、肩と腕でこうやってやるじゃないですか、うんうん、これですよ。パンってできる人間の方が頭いかれてますから、そんなやついないです。
これを今近くからこうやってやるじゃないですか。これを遠く遠くです。遠く遠く、まあこの一瞬の近づくももうないんですよ。もうずーっと遠くです。あ、そう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 、遠く遠く遠く。それでそれでそれ、あ、来た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 、行きましょう行きましょう、待って構えて待って構えて、そうそう、遠く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 、今今、あ、それ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 、見て見て見て、遠くする気あります、これこう、こうでしょ、はい、で見てください、このこれこれこの、そっか、クッてなってるのが、これがいや、届いてないでしょ今ってどこだったんですか。上です、上ですか。完全に手前の上です。 OK です。あれ本当だ、はい、おお、俺今向こう側空振りしようと思ってたんですけど、はい、残念ながらできました今。マナブさんの中でちょっと言い方ごめんなさい、本当にごめんなさい、まだ下手くそなんですよ、はい、マナブさんの中でここだなって思うところ多分ですけど 100% 間違えてるので、この自分から見たボールの奥行き、はい、もう分かってないし、はい、この前後、はい、もう多分持ってるところと全く違うってことですよね。だしだしですよ、はい、この距離が分かってれば同じ位置にバーッと振れますよね。これが例えば手が伸びたら遠くになるんですよね、うん、逆に言うとこれがほんのちょっとこっち側に曲がっただけで手の位置変わってなくてもすごい手前になっちゃうんですよ、うん、これがですよ、さらにこれじゃ肩までさらに後ろに動かないことを全力でやってる。なるほど。感覚的にはこうじゃないですか。遠くでと思ってても、見てください、これ絶対届きますよね、ここまで行ったら、うん、届きますよね。これのリストを走らなかったらめっちゃ手前なんです、届かないですよ、うん、ここでリストを使って初めて置くんだ。実際には使ってもここまで戻せないんで、戻せてもちょうどこれぐらい、ちょうどいいぐらいでしょう。練習が足りないです。これは素振りをするのがやっぱり、はい、ゴムティーを遠くに持って行って、ゴムティーを叩く。それだ。遠くに持って行って、ゴムティーを叩く。ちょっとそれゴムティー叩かせて。はい、全然叩けてます。ゴムティー叩いて OK、 そこにしたら届くはずです。ボールを打つときだけちょっとなんか特殊なことをねやっちゃってるんで、そこだけちょっと気をつけて、ゴムティー素振りをできたら毎日やっていただければ。何回ですか。いや、100でいいですよ。100回、車のガレージとかでいいです。世のような外のガレージでクラブ振ってる怪しいおじさんいますけどね通報されたら、あの知り合いとは言わないでください。ちょっと宿題でやっててください。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。あっという間に。てかめちゃめちゃ暑かったな、これ。チャンネル登録の方とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。概要欄の方から各種 SNS ですね、チェックしてみてください。よろしくお願いします。